テリー・ブッチャーことテレンス・スイアン・ブッチャーはシンガポール出身の元サッカー選手、現サッカー指導者、イングランド代表だった。現役時代のポジションはディフェンダー。1980年代にイップスウィッチタウン FC やレンジャーズ FC のディフェンダーとして成功を収めた。イングランド代表ではキャプテンも務め10年間で通算77試合に出場した。 現役引退後は指導者の道に進み、サンダーランド AFC やマザーウェル FC で監督を務めた。2011年にスコットランドサッカー殿堂入りを果たした。シンガポールに生まれたが、少年時代はイングランド東部、サフォークローストフトで育ち、カークリー高校に通った。ノリジシティ FC の下部組織に加入するチャンスもあったが、父親同様にノリジシティのライバルである。 イプスウィッチタウン FC のファンであったブッチャーは、のじちしてからのオファーを拒否した。クラブイプスウィッチタウンブッチャーは、イプスウィッチタウン FC の下部組織に加入。ボビー・ロブソン監督に見染められ、1978年4月15日、エバートン FC 戦で、ファーストディビジョンデビューした。その後の8シーズンは、センターバックの一番手としての地位を維持し、リーダーシップ、空中戦の強さ、 勇敢さなどを合わせ持つディフェンダーとして活躍した。1981年、ロブソン監督のもとで UEFA カップ優勝を果たした。1980から81シーズンと1981から82シーズンには1962年以来となるリーグ優勝に近づいたが、前者のシーズンはアストンビラ FC に、後者のシーズンはリバプール FC に及ばず。 二シーズン連続で2位に終わった。その後は9位、12位、17位と急激に順位を落とし、20位に終わった1985から86、シーズン終了後にセカンドリビジョン降格となった。レンジャーズ1986年6月に、イップスウィッチタウンを離れ、グレアム・スーネスが監督を務めるスコットランドのレンジャーズ FC に移籍した。スーネスは、 リバプールでも監督経験があり、ブッチャー獲得のために72万5000ポンドを支払った。ブッチャーはキャプテンとなり、4シーズンで3度のスコティッシュプレミアリビジョン優勝と3度のスコティッシュリーグカップ優勝を果たした。1987年11月、アバディーン FC 戦で足を骨折して、残りのシーズンを棒に振った。負傷前には遺跡金100万ポンドでの マンチェスター・ユナイテッド FC 一席に近づいていたが、アレックス・ファーガソン監督は負傷したブッチャーの獲得を取りやめ、代わりにノリッジシティ FC のスティーブ・ブルースを獲得した。1988年4月、前年11月に行われたオールドファームでの暴力行為の処分が決定し、250ポンドの罰金処分を課せられた。1988年10月、 ピットドリースタジアムでのアワディーン戦後に審判室のドアを蹴ったとして警察の取り調べを受けた。刑事上の罪には問われなかったが、スコットランドサッカー協会から1500ポンドの罰金が課せられた。レンジャーズでの最終戦は1990年9月のダンディーユナイテッド FC 戦だったが、この試合におけるブッチャーのプレーは2失点に絡むなど制裁を欠いたものとなり、 1>, 1から2のスコアで敗れた。代表イプスウィッチタウンでの活躍が、イングランド代表のロングリーンウッド監督の興味を引き、1980年のオーストラリア代表との親善試合でデビューした。スペインで開催された 1982FIFA ワールドカップ本大会では、フォーバックの中で最年少の選手だった。その後もレギュラーポジションを維持し、1986、 フィファワールドカップにも出場した。準々決勝のアルゼンチン戦では、ディエゴ・マラドーナの5人のキゴールに関わり、マラドーナに2度交わされた。UEFA 欧州選手権1988には骨折の影響で出場できず、ボビー・ロブソン監督は、トニー・アダムスとマーク・ライトという不慣れなコンビの起用を強いられ、イングランドはグループリーグ敗退に終わった。 1990フィーファワールドカップヨーロッパ予選スウェーデン代表との重要な一戦では試合序盤に額を負傷したが理学療法士によって即座に傷口の方合が行われ包帯を巻いてプレーを続けたセンターバックというポジションの特性上ヘディングは不可避でありやがて包帯が緩んで傷口が開いたため試合終了時には 白色のユニフォームが額からの出血で赤く染まった。今日でも、ブッチャーに言及する際にはよく、スウェーデン戦が挙げられる。イタリアで開催された 1990FIFA ワールドカップ本大会では5バックのレギュラーを務めた。ブッチャー、ライト、デス・ウォーカーがセンターバックであり、スチュアート・ピアースとゲイリー・スティーブンスもしくは、ポール・パーカーがサイドバックだった。大会序盤に、 ブライアンド・ロブソンが負傷すると、ブッチャーがゲームキャプテンを引き継いだ。イングランドは決勝トーナメント1回戦で、ベルギー代表を準々決勝でカメルーン代表を下したが、準決勝のドイツ代表戦では、PK 戦の末に敗れた。イングランド代表では、通算77試合に出場して3得点を挙げ、同大会後に代表から引退した。 コベントリーシティリーズユナイテッド AFC のハワード・ウィルキンソン監督はブッチャーに興味を示し、レンジャーズとクラブ間交渉が行われたが、リーズ遺跡は実現しなかった。1990年11月15日、コベントリーシティ FC に遺跡金40万ポンドで遺跡し、ジョン・シレット監督の公認として選手兼任監督となった。この時点でブッチャーは31歳10ヶ月であり、 フットボールリーグの最年少監督だった。コベントリーシティは1987年にシレット監督の下で FA カップを勝ち取っており、1988から89シーズンには7位でシーズンを終えていた。1990から91シーズンは序盤に出遅れ、1967年に初めてトップリーグに昇格して以来ハイフィールドロードで常に 繰り返されてきたように残留争いに巻き込まれていた。皮肉にも監督としての初再敗試合は11月24日にハイフィールドロードで行われたリーズ戦だった。1990から91シーズンのフットボールリーグカップでは2回戦でボルトンワンダラーズ FC を3回戦でハルシティ AFC を破り4回戦でノッティンガムフォレスト FC と対戦。 優勝経験のあるクラブ相手に5から4とスリリングな勝利を収めた。しかし、1991年1月23日の準々決勝、シェフィールドウェンズデー FC 戦では、結果的に優勝するクラブ相手にホームで0から1と敗れ、リーグカップでの躍進は終わった。FA カップでは4回戦でサウサンプトン f c と対戦したが、再試合の末に敗れて敗退が決まった。 リーグ戦の成績は、ブッチャーの就任とともに改善し、1990から91シーズンはクラブを残留圏内の16位に導いた。選手としては6試合に出場し、シーズン終了後に選手経歴からの引退を表明した。専任監督となった1991から92シーズンは、まずまずの出だしを見せ、2説には、ルートンタウン FC に5から0で解消。 前年度覇者のアーセナル FC とのアウェーゲームでは2から1で妨害の勝利を収め、ホームで行われたローカルライバルのアストンビラ戦には1から0で勝利した。1991年9月末の時点で6位につけ、格上のリバプールやエバートンなどよりも上位に位置した。しかし10月と11月には調子が出ず、1月末には13位まで順位を落とした。 1992年1月1日にホームで行われたトッテナムホットスパー FC 戦には1から2で敗れ、高格圏から勝ち点6その15位で新年を迎えた。ブッチャーは1月6日に解任され、アシスタントコーチを務めていたドンホーが公認監督に就任した。シーズン終了時には19位まで順位を落としたが、20位のルートンタウンに勝ち点2差で残留を決め、 1992年のプレミアリーグ発足を創設メンバーとして迎えた。サンダーランド AFC1992 年、イングランドでは、ファーストディビジョンに代わるトップリーグとしてプレミアリーグが発足した。1992年8月、ディビジョン1のサンダーランド AFC に移籍し、再び選手として登録された。1992から93シーズンは38試合に、 出場。1993年1月にマルコルム・クロスビー監督が解任されると、ブッチャーが選手兼任監督となり、ディビジョン1残留を果たした。1993から94シーズンは選手として試合に出場することはなかった。序盤戦は低調な成績であり、残留争いに巻き込まれたため、1993年11月26日に、 監督を解任された。公認には、ミック・ブクトン監督が就任し、シーズン終了後に残留を決めている。サンダーランド対談後は短期間の選手契約を結んで人々を驚かせ、イーストエンド・パークでのダンファー・ブリン FC 戦でデビューした。しかし、クライドバンクには適用できず、3試合に出場しただけで契約を打ち切った。マザーウェル2001年10月。 スコティッシュプレミアリーグのマザーウェル FC でエリック・ブラック監督のアシスタントコーチに就任した。1年後にはブラックの後を引き継いで監督に就任し、深刻な財政難の中で結果を残してサポーターやメディアに称賛された。2004から05シーズンのスコティッシュカップでは決勝に進出したが、古巣のレンジャーズに1から5で敗れて準優勝に終わった。 シドニー FC2006 年5月17日、A リーグのシドニー FC と2年契約を結んで、監督に就任した。2006から07シーズンは、ファイナルシリーズに進出したが、入ッするジェッツ FC に2試合合計2から3で、敗れ、2007年2月7日に解任された。ブレントフォード2007年3月30日には、パトリック失する FC のアシスタントコーチに、 就任したが、5月7日には、ブレントフォード FC の監督に就任した。ブレントフォードでは23試合を指揮して、わずか故障に終わり、ファンはかつて監督を務めたマーティン・アレン監督の名前をちゃんとして、ブッチャーに重圧をかけた。12月11日、ブレントフォードの監督を退いた。スコットランド代表2008年、2010フィファ、ワールドカップ、ヨーロッパ予選に向けて、 スコットランド代表を率いていたジョージ・バーリー監督のアシスタントコーチに就任。しかし皮肉にも、この期間中に最も記憶に残った出来事といえば、アルゼンチン代表との親善試合で、ディエゴ・マラドーナと絶戦を繰り広げたことだった。ブッチャーは、22年前にマラドーナが記録した神の手ゴールは、今でも不快に思っていると述べ、親善試合前に行われたブッチャーのブエンリ 発言はメディアでは大の論点となった。ブッチャーは主要テレビ局や主要誌など多くのメディアからインタビューを受け、マラドーナはイカサマ氏の嘘つきであり、彼の敗北を見るのはどんなに嬉しいことだろうと主張した。なお、スコットランドはこの試合に0から1で敗れた。ブッチャーの発言についてマラドーナは意見を求められたが、その回答は、ブッチャーって誰だというものだった。 インバネスファーストディビジョン優勝を喜ぶインバネスの選手とブッチャー2009年1月27日、インバネスカレドニアン失する FC と18ヶ月の契約を結んで監督に就任し、モーリス・マルパスをアシスタントコーチに迎えた。シーズン途中からの指揮であったが、2008から09、シーズン終了後にスコティッシュファーストディビジョン降格となった。2009から10シーズンは、 低調な出だしだったが、スコティッシュカップのマザーウェール戦での勝利がターニングポイントとなった。首位のダンディには最大で勝ち点16差をつけられていたが、2010年3月末までに勝ち点差をひっくり返し、逆に勝ち点3差をつけて首位に立った。この月には、ファーストディビジョンの月間最優秀監督賞を受賞した。4月21日にはダンディが、 ベースローバーズ FC に0から1で敗れたため、インバネスのリーグ優勝が決定し、さらに、プレミアリーグ昇格が決定した。2009から10シーズン後半戦は、アウェー無敗を誇ったが、プレミアリーグ昇格後も、無敗記録を更新し続けた。2010年最後のアウェーゲームとなった12月18日の、ハートオブミドロシアン f c 戦には1から1で引き分け、 ファーストディビジョンとプレミアリーグでプレーした2010年はアウェーで一度も敗れることがなかった。2010年4月、インバーネスでは強い影響力を誇り、2010から11シーズンは昇格組ながら惜しくもトップ6を逃す7位となった。2011年11月、スコットランドサッカー殿堂に選出された。フィリピン2018年6月14日、 フィリピン代表の監督に就任したが、一試合も指揮を取らずに8月2日に辞任した。中国2019年8月より、かつて名古屋グランパスを指揮した、ストイコビッチ監督やアシスタントを務める木野氏・マサルシコーチの所属する、中国スーパーリーグ所属の公州浮力属級クラブ、トップチームにディフェンスコーチとして就任。ありがとうございます。